片岡です。うん、そう思わない？ね、これボール、うん、いいこと思ってたんですけど。何？なんか新しく変わるじゃないですか。うん、そう。で、コーダイとかは硬いボールとかどうなんですか？関係ないでしょ。じゃあパターンの打感が、うん、青だとめっちゃ柔らかいね、うんうんうん、赤だとちょっとこうカツンっていうコンっていくから、うん、どっちがいいの？え、どうかなと思って、高麗とかちょっと重い時に、うん、ああ、重いグリーンの時に、うん、その代わりグリーンが硬いから、うん、アプローチコンコン跳ねていっちゃうよ。どっちを取るかだよ結局、うん、でしょ。絶対合うのがいいよ、ボールは。え、嘘。本当。僕、もう完全赤派です。あ、青は僕は赤派です。アプローチでバコンって上上がるじゃん、赤。うん、でしょ。ユーティーどこ行ったっけ。こうやって。今やりました。でしょ。これ。それなんかもっと柔らかくなってる。え、そこはちょっと座って。もっと迷ってる。それ。これはニュー、ニュー。ニュー。ニュー。XS。あ、XS だって。これ出ちゃった、とうとう。え、何が。前も XS です。嘘だよ。トリッキーだな。トリッキーなの、川崎さんがトリッキーなんじゃない。すみません。だからどうしようと思って。赤ととりあえず青って言ったけど、見てみればいいじゃん、それ両方とも、うん、新しいやつ、これ新しいボール両方とも、うん、あ、本当に名前じゃなくて文字が違う。ちょっとやばすぎるんですよね。なんかちょっと違うね。僕も実際ラウンドしてますよ。これなんかこの青より柔く感じて、うん、パターとかなんかあんまり感なさすぎて、うん、またイップスみたいなのやだなと思って感覚なくて、なんかこれ来たりとか邪魔しない。誰こういうやつ。あ、そうなの。しかもこれゴルフウェアですか。あ、そうなの。マジなんかこれ製法まだこれ やってる途中かなみたいな。おばちゃんが途中でさ、やめちゃったみたいなじゃないの。違うんだ。すいませんね。ちょっと邪魔。邪魔でしょ、うん、絶対邪魔だと思った。これ、はい、赤持ってやってみて、ちょっと。打ってきなさい、とりあえず。もう、パッて打ったじゃないですか。打ったの。ちょっとはそんなに。そこでやればいいじゃん。ちょっとはそんなに変わるんですよ。ショットで変わったらびっくりするわ。カーで、そのまま。あ、青、もともと青なんだ。また決めちゃうの、そんな早くに。早いね、決めんの。もと青、あ、じゃあ赤から青に変わって、うん、変えたんですよね。赤をこれ青に変えさせたの。途中で、シーズン中に。ね、無理やり。あのアプローチが全然スピン効いてる感じがなくて、うん、で青に変えて、そしたらアイアンの打感、球筋が安定した。あ、うん、赤はね、違うんだよ、ショートアイアンが飛んだんだよね。赤なんて、うん、めちゃくちゃ飛んだからやめたんだよ。でしょ、間違いない。じゃあ、うん、タイガー、そうそう、どういいでしょ、うん、そう言うてるんですよ。あ、え、あ、そうよ、まずありがとうございます。もうちょっとお金で、50もバックラインなしで入れて、うん、ピッチングから1回バックラインありで1回1本入れてみるんだよ。ちょっとバックライン強調で、でブラッキー横に1本入れてね、ちょっと巻きをね変えてもらえる。うん、そしたら握りやすくなる。ちょっとガチッと。アイアンって特に、こうほら、フルショットしないじゃん。わかるイメージだから。こう、ドライバーみたいにバカーンと打たないので。振り向かって、多いわけだ。で、走らないような、左手でこう、ちょっと、こう、止めると言ったらあれだけどさ、ベート行かさないのか。コントロール効かすような。ものができないとかね。じゃあアイアン全部、うん、うん、入れてもらって、
そこのバックラインの方向は小暮君にちょっとね、ここはだから好きなの見つけなきゃいけないから。うん。でどこがいいのかね。それ昔のやつ。ディンプルが違うの。ディンプル変わってます。ディンプルね。ディンプル違う。全然違うじゃん、ディンプルが。ほら、全然違うじゃん。もう。パコみたいななくなってるじゃんね。パコじゃなくなってる。これ、新しいの送ってきた。はい。もう。落ちました。ブランドがしてる。したの。あなたが採集したの。いやいや、フェニックスジャムさん使って、その使ったやつを。なるほど。よかった。いい。赤ですか。赤。嘘。パターした時に青をね、全くダメですよ、僕。触覚ないんですよ。そう。青かな。そうなの。何言ったか。多分ですけど、うん、多分おたないさんの、あ、まあ、今フェードに頭がフェードだから、あ、はまってんだ。もうどうやってフェードを打ちてるっすまあでもあの二人なんかそもそものスイングの元々が似たもんだし合ってんだ、合うんじゃない結構ただ一つやることは、はい、マモオサナイみたいな、はい、ああいう回転力でやっぱ速いじゃん、セットスピードが。オサム宮下はどっちかというとヘッドブンって引かす方だから、はい、全然タイプ違うから、多分絶対合わないと思う。確実に合わない。もう、合うはずがない。どう？できた？ちょっと汚くね？俺のこのこれ、ずさんな感じ。これブラッキー、あ、はい、ね。そうじゃん。後で、あの、やってもらわなきゃいけない。ずさんな感じね。素人が来た時ありました、ね、こういう作業をブラキドシしてみたらこれ小暮くんがやりましたって言っちゃうかやめてくださいよ出てました飛び出ちゃって、ね、ちょっとな飛び出てる誰か それはダメ。ダメ。ダメ。そんだけアップライトだとやっぱりちょっとスイングに支障をきたします。まだまだ。結局はさ、みんなさ、そもそもはさ、データでいくからさ、ね。なんか裏にシール貼ってる。うん。打ってで。こっちばっかり。当たりでしょ。だから。
そうでしょ。それはもうスイング自体がそうなってる。うん。スイングの問題じゃない。だから、うん、結局こうやってドーンって落ちちゃってるわけでしょ。だからどっちに曲げたら、そうなんないようにしなきゃいけないだからね、スイング自体ね、落とすようなスイングをしないように、ちゃんとこう、だからこうしたのかな。もともと俺が言ったし、フラットにしてくれって言ったんだから、フラットになってんだから、頭捕まりやすくなってんだから、こうなったわけだから、こうやってかぶって見えるのはどっちに曲げたら、こっち、こっち、あの、そうしたんだ。で、要するにつま先上がりで打ってるのと同じだ。つま先上がりってこうなってるでしょ。だから捕まりやすいんだよ、多分。そういう風なクラブのセッティングだったの。だから実際問題はこうやって当たるときにはこの感じで当たんなきゃいけない。もともとはこれがこう当たんなきゃいけない。これ通さなきゃいけない。で、あとはエネルギーがちょっとだけ重力に勝てないから、ちょっとこうなる。それはシャフトがね。なるだけで、基本的にはその一番まともにさ、マッチョ感が出たのが一番いいんだから、それを追求しなきゃいけないんだよ、ゴルフ。思われちゃうからね、うん、実はね、僕もちょっと筋肉痛なんですよ。何が？ちょっと筋肉痛。いや、それは筋肉痛だろ。何もしてないんだ、筋肉痛になるだろ。ちょっと筋肉痛どころじゃない。まだいいよ、早めに来てんの。俺なんか2日後とかだからさ、やだよね。だからさっきも言ったんですけど、これもう一回言いますけど、うん、48歳でしたら若いです。48じゃないって言うんだよ、まだ。早生まれなんだよ。48って本当、だから40、つったって48の年の人と一緒ってことじゃないですか。まあね。でも7は7か。7にしては若いですよ。全然若い、全然若い。お前に言われたって腹立つんだ。全然若いとか言われたって腹立つんだ、お前に言われるとさ。だから昨日岩田さんとご飯食べたから、うん、岩田さん食べてました。ガンちゃん、もう今年50、あ、49だ。そう、うん、そしたらさ、友達さんも49なんですね。うん、はい。ちょっとスライス、ちょっとフックになりそうだ。お、もうちょっと。なんか、はい。あ、ちょっと、やっぱこっち先に。ちょっといじって。黄色好きなの？シュウ。もうどっちかって言ったら。黄色好きなんだ。何ぐらいだ、このぐらい。なんで黄色がなんかあんの？いや、俺も黄色ラッキーカラーだ。くー。そんなとこってどこも黄色ない。今ねじったよ。ちょっと。ね。何？今ちょっとねじった。いいねって。俺が。で、バックラインももうちょっとスライスに入れるの。ちょっと入れたの、スライス。ちょっとスライス。どう？もうちょいフック。どういうこと？じゃあ、もうちょっとフック。ちょっと、やりすぎる。いっちゃいすぎた。嘘でしょ。ちょっと待って。当たり抜きしそう。でも今年のラッキーカラー、私紫らしい。なんでそれ。今年の。じゃあ23区じゃん。23個紫ばっかりだったよね。へぇ、紫ばっかり、紫ばっかりだったよね、うん、みんな。もう辻さんも、あと成田美寿も薄い紫ね。みんな紫だ。これぐらい、これでさっきより2ミリぐらい。どうですか、何、どっちで、どっちで。これもう、これあとフック、はい、あー、うん、ちょっとだけ。ちょっと待った。その
程度で動くんじゃ、まだ球打っちゃダメじゃん。そうだよ、まだ今入れたばっかのブラッキーね、ここそう、入れたばっか十分ぐらい。これが必要なのかな。でもこれは右手はちょうどいい。あ、そう。じゃあこんな感じで気がする。左手がすごいこうなっちゃう。何、ちょっとフックっぽくなる、うん、フックっぽく感じる、押し付けちゃいそうな感じ。ちょっと待って、それはダメだな。でも右手はこれがいい。ちょっと絞った方がいいのかな、雑巾っぽく。来たよ、俺のグリップになっちゃう。ちょっと絞った方がいいか。左手をもうちょいスライスで、でしょ、右手がそれってことでしょ。はい、オッケーオッケー、いいよいいよ。もうちょいスライスで、はい、完璧。来た来た、 OK。 じゃあもうそのまんま、はい、そのまんまもう乾かして、で、こういうふうにこの向きにしてたら一緒にしてくれるかね。グリグリ曲げたんですか、ここ。まだまだ9番だけ、9だけ、グリグリ曲げたよ。グリグリじゃない、もう一ひねりだよ。ひよっちゃったらね、まだいけるって。ここじゃ9番の顔見たでしょ、まだ。あれでもあれだったら、もうまだいける。ちょっとグリグリできる。この感じ、うわ、これ完璧じゃん。いいじゃんね。これあれだわ、取っていくわ。なんで何番なんか練習しとく？どういうこと？いらない？9番とかで、9番じゃない、キッチングかなんかで練習しとかなくていいの。でも練習したいけど、うん、まず直してから。そうそう、ちょっとね、今日はね、ごめんね。いや、全然大丈夫。そうだな、うん、今年の目標は70代って言ってたから。誰？今何ですか？今70代ですか？ないね。なんか痛そうだね。何代出たことないんだ。30代あるでしょ。30代。まあハーフの30代はあるだろうけどね。70代ってすげえ長持ちのりだよ。ねえ。素人の人が110よりもはるかに厳しいですよ。70代って総括で出る方じゃないですからね。70代ってね。じゃあ俺が出た時もっと褒めろよ。え？褒めてたじゃん。全然褒めてねえよお前。で、だいたいいつ70代出たか分かんない。ほら、こういうやつがいるからさ、腹立つわな、本当に。いつだって20年前から出したでしょ。何？20年ぐらい前出したでしょ。ふざけんじゃねえよお前。え、最近？最近じゃねえよ。え、これでしょ？まだ、持っていといて15分ぐらいに出るよね、ブラキ。15分ぐらい、15分ぐらい。3時。大丈夫、今ブラキやの。この作業終わったらまた確認と、うん、その間で俺全部抜いていくから。はい。とりあえず今日は佐藤社長のブラキ、毎夜抜きまくったからさ、ね。そう、止まった。